チーズがすごい。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで、今日も料理動画を撮っていこうと思います。で、今日はまたパスタ系に戻って、この生のねフレッシュトマトを使った、パスタを作ります。単純に僕がこっちのね方がトマト缶より好きっていう理由で今回はこれを作ります。僕いつも動画撮るときこの B インスピレットっていう、まあ、イギリスのブランドの服なんですけど、まあ、僕個人的に好きで、いつも着てるんですけど、毎回動画で着てるのも意味があったりなかったりするかもしれない。さあ、というわけでもう早速材料紹介からいきたいと思います。はい、材料いきます。トマト今回2つ使います。で、玉ねぎ、パスタ、モッツァレラチーズ、イタリアンパセリ、塩、ブラックペッパー、オリーブオイルで香り付けのバターです。まあ、今回はモッツァレラチーズ入れるんですけど、僕普段はね使ってないです。まあね、筋トレ的には、まあ、あんまり取っていい脂質ではないので、まあめったに食べないけど、今日はねちょっと動画っていうことで特別に入れたら美味しいからね使います。まあバターもそう。僕は料理にその砂糖とかをあんま使いたくないんですよね。っていうか今回玉ねぎを入れるんですけど、ぶっちゃけ玉ねぎ炒めたやつだけで十分甘いじゃないですか。だからそこに砂糖を別に僕的には入れなくていいかなと思ってるんで使いません。あと今回はあれね、ニンニクもないんですけど、まあ入れた方が好きっていう方なのでご自由に入れていいと思います。今回はニンニクを入れないレシピなので、彼女とでも、外出する時でも、食べれます。まあ、口臭い方は別にニンニク入れていいと思います。じゃあ今日では玉ねぎから切っていきます。ちょっといつもと違うアングルで撮ってみるから、もしアングル失敗したらごめんなさい。とりあえず皮を取って、まあ玉ねぎは普通にこう薄くスライスすればいいと思います。逆か、やっぱこっちの方が良かった。よいしょ。ちょっと一玉多いかな。トマト、皆さんはどうですかね、缶詰と普通のこっちのトマトのパスタどっちが好きですかね。まあ、缶詰もな美味しいんだけど、なんだろう、こっちの方が生の方がなんかうまみは強い気がするんだよね、やっぱり。気のせいかもしれない。まあ、トマト缶の方がトマト嫌いな人でも食べやすいのかな。まあ、これはペティナイフあったかな。この包丁とんでもなく切れないからね、やばいね。ちょっと買います。とりあえず細かくできればいいんで、切り方は何でも OK ですかね。玉ねぎとトマト。はい、じゃあ次はモッツァレラチーズ。はい、じゃあモッツァレラチーズだね。いや、これ美味しいよなマジで。じゃあこれはまあ細かく切ればいいから、とりあえずこれぐらい、これぐらいにしました。はい、ではフライパンにオリーブオイル適量入れて、で玉ねぎから炒めていきます。で少し塩振って、浸透圧で玉ねぎの火の通りを早くし、水分出すやり方でしたな。はい、である程度火が通ったらトマトを入れます。でちょっと強火、あ、中、いや強火は強いか、弱火、中火ぐらいかな。で少しね、煮ます。これで玉ねぎを入れない場合はちょっと甘さがもしかしたら足りないかもしれないから、お砂糖とかを使うのがいいのかな。はい、じゃあ今から、パスタ入れます。これはだいたい 100g ぐらいかな。このパスタが茹で時間6分なんだけど、5分、まあなんだかんだソースとか絡めたり盛り付けしてる間に結構時間経つから5分で、で当たり前だけどソースがね多いので、さっき2人前ぐらいかな、約半分にしました。でこれから約1人前を仕上げていきます。塩、胡椒もちょっとかな。これちょっとオリーブオイルを足します。
今何分？今何分？時間。あと2分半で茹で上がる。まあ、チーズもうちょいしようかな。まあ、ここは味見して様子見でいってください。で、水分がちょっと飛びすぎたら、水分がねなくなってきちゃったら、あの茹で汁をちょっと加えればいいと思います。うん、甘い。この時点で甘いもん。めちゃくちゃ玉ねぎの甘みすっげー出てる。じゃあちょっと一旦火を止めてパスタを待ちましょうかな。 OK、 じゃあパスタがもう茹で上がるので火をつけます。でもあんまり湯切りせず直でね、このまま。茹で汁がただ足らなそうだったらちょっと、ね、足して、で、モッツァレラチーズを、まあこれぐらいかな、ちょっといっぱい入れちゃおうか。で、火を止めます。で、余熱でまあ溶かしつつの、ここで最後にバター入れて、で、イタリアンパセリ適量。めっちゃもうすんごいいい匂いする。いや、バター、最後のバターはやばいな。やっぱいつも入れないけどね、脂質増えちゃうから。はい、じゃあ完成、盛り付けます。てか、だいぶ多いちょ、大盛りなんだけど。で、フライパンにめちゃくちゃソースがついてるから、ゴムベラとかで取るとやっぱいいですね。ゴムベラはね、優秀だね。チーズがすごい。まあ、最後にね、ちょっと彩りでパセリはこうやって今回振っときましょうか。ほい、モッツァレラとフレッシュトマトのパスタの完成です。めちゃくちゃ美味しそう。うわやばい、これチーズがやばい。バランス、味のバランス最高だね。いや、ほんとね、玉ねぎのおかげで、あと砂糖いらない甘さがすごい。で、このトマトの酸味とモッツァレラチーズとバターのコク。やっぱガーリック入れちゃうと、ガーリックが強いから、なんか全部持ってかれちゃうような気がして、でも入れない方が、まあ、玉ねぎの甘みだったり、トマトとかチーズとか、いろんなこう味が感じられるみたいなコメントをしますけど、いやでもほんと美味しいな、これ。はい、というわけでお疲れ様でした。今日の料理動画もすごくね、シンプルで真似しやすい料理だと思うので、ぜひ皆さん作ってみてください。というわけで、僕はこれからゆっくり食べたいと思います。お疲れ様でした。味付け完璧なんやろ。天才だよな。適当にやっただけだろ。